女神の力、見せてあげるわ。そこ、怪我の治療は任せるです。確実にストップ。患者さんはどこですか？決めさせてもらうわ。そこ、余裕だったわね。そもそも、なんでこんなところをあんたたちみたいな子供がうろついてんのよ。子供って、あなたこそ人のこと言えないでしょ。だいたい誰？私は IF、 ゲーム業界に吹く一陣の風とでも名乗っておくわ。ポカーン。あ、あれ？ゲーム業界に吹く、なんだっけ？一陣の風よ。まあ簡単に言うと、ギルドの仕事で生計を立てながら世界中を旅している。え？あんたたちこそどうしてこんな危険なところに？私たちもギルドのお仕事で来てるんだ。あ、ちなみに私ネプティアヌ。そんでもってこっちはコンパ。コンパです、よろしくです。嘘でしょ。洞窟の調査くらい私たちだってできるもん。あのね、調査に入った人たちが何人も謎のモンスターに襲われて大怪我を負ってるのよ。え、呆れた。そんなことも調べないで仕事を受けたのね。ネプネプ、それって、あいつ絶対私のこと探してたんだよ。何？あんたたちあいつ知ってるの？はいです。この間あのモンスターさんをネプネプがボッコボコにやっつけたんです。わわ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 、どうしよう。これが噂に聞くお礼参りってやつだよ。にわかに信じられない話ね。けど戦えるなら協力してもらうわ。ネプネプ、プラネテューヌの人たちのためにも、ここであのモンスターさん。オッケー、なら最初からクライマックスで行っちゃうよ。うん、こちらの準備はできたわ。はい？ちょっと何が起きたの？てか、でかくなってる？ネプネプはなんと変身することができるんです。そうするとても強くなるんですよ。どう？これなら私
私があいつに一度勝っていることを信じてくれる？信じるも信じないも、そんなの見せられたら信じるしかないわ。やる気満々ね。けどそれはこちらも同じよ。これ以上被害を出さないためにも今ここであなたを撃たせてもらうわ。やられたいの誰？そこね。もらった。相手は誰？確実に仕留める。そこ。ワクワク。いかがですか？私に任せなさい。魔界将ゴーエン。私の番ね。クロスコンビネーションで切り裂くわ。ワクワク。で、やられたいの誰？魔界将ゴーエン。ワクワク。回復です。決めさせてもらうわ。クロスコンビネーションで切り裂くわ。余裕だったわね。この調子でどんどん強くなるわよ。所詮は手負いのモンスター、私の敵じゃないよ。やるじゃない。正直私一人じゃ危なかったわ。ありがとう。元は私が仕留め損なったのが原因だもの。気にしない。にしても変身ってすごいのね。もう別人じゃない。私も初めて見たときはびっくりしたです。はあ、疲れた。ネプネプ、お疲れ様です。いやそう言われるのも照れますな。ほんと同一人物なのが不思議なくらいね。あ、そうだ、アイちゃん、せっかくだし私たちのパーティーに入らない？アイちゃん、それってもしかして私のこと？うん、 IF だからアイちゃん、その方が可愛いでしょ。アイちゃん、あ、もしかして嫌だった？昔そのあだ名でいじめられてたとか。別にそんな過去ないわよ。名前くらい好きに呼んでくれて構わないわ。じゃあ私もアイちゃんって呼ぶです。で、話は戻るんだけど、アイちゃんも一緒に調査しない？私たち初めてのお仕事だから、ベテランさんが一緒だと心強いんだ。いいわよ。他にどんな危険なモンスターがいるかもわからないし。それじゃあ改めてよろしくね、アイちゃん。え、よろしく。
私だって戦うんです。でやられたいの誰？邪魔よ。なんです？ポイント、ポイント。マンジョさんはどこですか？注射器はいかがですか？そうそう、大勝利。私の番ね。もらった。覚悟なさい。私のターン。やっ、叩き切るよ。余裕だね。回復です。怪我の治療は任せるです。私の番ね。そこね、こっちなさい。叩き切るよ。楽勝楽勝。私に任せなさい。そこね、そこね。怪我の治療は任せるです。痛いですよ。この調子でゲーム業界を平和にするです。頑張るです。で、やられたいの誰？魔界将ゴーエン。私のターン。叩き切るよ。怪我の治療は任せるです。私が治すです。私の番ね。もらった。ベッキに任せなさい。一戦邪魔よ。待ってました。へい、またね。余裕だね。はどこですか？私が直すです。サンジャさんはどこですか？私が直すです。私の番ね。一戦そこね。私のターン。これが私の実力ってやつ。どんどん強くなるです。あの時は逃げるので精一杯だったけど、改めて見ると意外に広いんだね。逃げる途中で迷子にならなくて本当に良かったです。そういえばあんたたちって前にもここに来たことがあるのよね。というわけなんだ。空から降ってきた記憶喪失の猫子に、天の声子とイストワール、そして鍵のかけらね。いやそれほどでも。いや褒めてないから。
やられたいの誰？邪魔よ。ほらったね、プヌプにしてやんよ。やられたいの誰？そこね。邪魔よ。バナナボタン。叩き切るよ。またね。怪我の治療は任せるです。痛いですよ。で、私でもできたです。やられたいの誰？
私に任せなさい。邪魔よ邪魔よ、私のターン。今が使い時ね。ネプネプにしてやんよ。こういう場合は怪我の治療は任せるです。回復です。でやられたいの誰。一戦そこね。負けました。ほいだ、余裕だね。パンジャさんはどこですか。私でもできたです。私に任せなさい。一戦パンジャさんはどこですか。これが私たちの強い。私の番ね。私一人で十分。そこね。一戦ネプネプにしてやんよ。怪我の治療は任せるです。私が治すです。痛くないわよ。そうそう、怪我の治療は任せるです。私の番ね。私でもできたです。一戦一戦、怪我の治療は任せるです。この調子でゲーム。こんなのどこで拾ってきたのよ。ネプコって私のこと。ネプテューヌだと呼びづらいし、あんたみたいな小さいのはネプコの方が似合ってるわ。なんかあっちの壁に飾られてたよ。飾られてた？このディスクは？本当かしら。ネプ、ひどいよアイちゃん。この私を疑うの？ネプネプを疑うなんて、アイちゃんひどいです。アイちゃんのくせに私への愛が足りないよ。もっと愛をちょうだいよ。略して愛ちゃんだよ。あのね、あんたたちとはさっき出会ったばかりでしょ。アイちゃん、わかったわよ、信じてあげるわ。さすがアイちゃん。アイちゃんの愛はから出てきたっていうの？ふふー、どこからかかってきても
もいいよ。私に任せなさい。覚悟なさい、覚悟なさい。私の番ね。そこね。討伐完了。レベルアップよ。びっくりした。この世界のモンスターってディスクから生まれるんだね。そんなわけないでしょう。モンスターの出所なんて未だに判明してない。おいちゃん、どうしたの？いきなり黙っちゃって。そうよ、モンスターの出所がわからなかったのはそのせいだったのよ。これは大発見です。ガーディアンの反応が消滅したから何事かと思って来てみたが。誰？この時代遅れの笑い声は。時代遅れは余計だ。だが人をおちょくる意地の悪さも相変わらずのようだな。もしかしてネプネプの知り合いです？まさか。さすがの私でもこんな悪趣味なメイクのおばさんと知り合いなわけないって。それはよかったです。ちょっとだけネプネプの人付き合いを疑っちゃったです。それもそうね。ネプコとはいえ、あんな人と知り合いだったら私でもドン引きだわ。そんなわけで、おばさん誰？貴様ら、私を好き勝手言いよって、三人まとめて葬ってやる！ああ、ネプコが余計なこと言うから怒らせちゃったじゃないの。私のせいなの？女の子には優しくしないとダメですよ。貴様に決めたぞ、ラコが。ネプネプにしてやんよ。活目せよ。だってね。変身完了。クロスコンビネーション。何？患者さんはどこですか？回復です。患者さんはどこですか？A です。こんなものか。相手は誰？そこ。こんなものか。あかん。キュー。アイちゃん、どういうこと？このおばさん、序盤のボスなのに強すぎるよ。バランスブレーカーだよ。序盤ではありえないダメージ数値だったです。どうやら人は見かけによらないみたいね。ザコどもが、今さら貴様らが何を言ったところで。ほう、やはりガーディアンを倒し鍵のかけらを奪ったのは貴様だったか。泥棒！それは私とコンパが頑張って手に入れたんだぞ。返せ！黙れ！くれ！ネプネプ！さて、ようやく待ちに待ったこの時が来た。やっとだ！やっと私の悲願の第一歩が今ここから始まるのだ。ネプネプ、危ないです。ネプ
をされたの？貴様、よくも邪魔をしてくれたな。ですです、もう一度だ。今度こそネプテューノの力を私のものに。です、ウェイです。チョコマカと逃げ回りおってです。なんなのあいつの語尾。まさかネプコ、そいつはあんたの力をコピーしようとしてるわ。オッケー、弾幕シューティングの時期のごとく避けちゃうもんね。ち、やはり先ほどの女のせいで、です。ネプコ、コンパ、今のあいつはコンパの力をコピーしたせいでパワーダウンしてるわ。チャンスよ。ち、バレたかです。そうと分かればこっちのもの。このチャンス逃しはしないわ。私は負けない。貴様に決めたぞ。私に任せなさい。魔界将ゴエン。向かった。うっ、相手は誰。確実に仕留める。何、マンジョさんはどこですか。何、私に任せなさい。もらった。私の番ね。おしゃれなものか。ワクワク。こんなものか。何をするんですか。ね、じゃあよ。こんなものか。覚悟なさい。相手は誰。クロスコンビネーション。やる。こんなものか。患者さんはどこですか。貴様に決めたぞ。邪魔よ。私の番。おそいに。せーわくわく。回復です。私の番ね。え、ヌードル、how's it going? 魔界将ゴエル。やる。いった、怪我の治療は任せるです。回復です。決めさせてもらうわ。クロスコンビネーション。何で、やられたいの誰。邪魔よ。やる。そこね。ワクワク。回復です。私の番。クロスコンビネーション。こんなものか。何？私に任せなさい。I recommend it, man. I played the PS3 version, but it's got a lot of issues on the PS3, whereas the PC version seems to be a bit more. I won't say better in terms of the engine or anything, because it's the same. But because the PC is stronger.It actually deals with it better. You know what I mean? It seems to actually manage the bits that the PlayStation 3 couldn't live with. Damn, this is a lot of damage. Kanja-san, where are you? Hey, kids!私に任せなさい。ほら、やる。決めさせてもらうわ。クロスコンビネーション。こんなものか。受かった。認めない。認めるものか。この私が。力不足がこんなに悔しいなんて。
力の欠片は返して。おのれネプチューヌ。先ほどから気になっていたのだけど、あなたは私を知っているの？ああ、知っているさ。貴様は知らなくとも、私は貴様をよく知っているよ。なら教えて、私が誰なのかを。 Probably a bad thing that I do more damage in this game than I do in Unio. 何を訳の分からないことを言っている。さては頭でもぶつけたか。違うです。ネプネプは記憶喪失なんです。だからお願いです。ネプネプのことを知っていたら教えてほしいです。まさか貴様が記憶喪失になっていたとはな。 貴様を見失った時はどうしたものかと思ったが、どうやらまだ運命は私の味方のようだ。鍵のかけらはしばらく貴様らに預けておいてやろう。さらばだ。待って。いない。逃げられたみたいね。けど、あのおばさん何者なの？ ネプコを狙ってたみたいだし。わからないわ。こんな時こそイースンと話せたら。ネプネプ。けど今はそれよりもこっちをどうにかしましょう。さっきモンスターが出てきたディスクね。とりあえず、さておばさんもなんとか追い払ってディスクも壊したことだし。 まさかモンスターがディスクから生まれるなんて思いもしなかったわ。ですね。けどこれでモンスターさんが出てくることはなくなったです。あとはみんなで退治していけばきっと平和になるです。他にあのディスクのままだと言いづらいわね。そうね。ひとまずエネミーディスクと呼ぶことにしましょう。エネミーディスク。 で、そのエネミーディスクが他になければの話だけどね。そんな。落ち込まないで、ポンパ。モンスターは発生の原因が分かった以上、今までよりは対策が立てられるようになったはずよ。いやー、働いた後のプリンは格別だね。コンパ、おかわりある？ とも難しい顔してどうしたの？あんたね。まあまあ、アイちゃん、変身するとすごく疲れるみたいですから多めに見てあげてほしいです。コンパがそう言うなら仕方ないわね。話は戻るけど、エネミーディスクより最後に戦ったあのおばさんの方が気になるわ。鍵のかけらを知っていたです。 そして集めているようだったです。なら先を越されないためにも早く出発した方がいいかもしれないね。 I have decent English pronunciation compared to trash tier English. そうですね。すぐに出発するです。 Much love in the building. アイちゃんもついてきてくれると心強いんだ。別にいいわよ。わー、やったー！アイちゃん、
にプラネテューノにとどまらなきゃいけないようもないし、正直ここまで巻き込まれて今更抜けるのもね。それにあんたたち二人だけだと何かと危なっかしいし、私が面倒見てあげるわ。今日もポカポカあったかいニュー。 What the hell am I looking at now? こんな日は渋いお茶が飲みたくなるニュー。こんにちは。ねえねえ、ちょっとお話いいかな。なんだニュー、ブロッコリーに用かニュー。ブロッコリーっていう名前なんだ。思わずプチコって呼びたくなるね。プチコじゃないニュ、ブロッコリーニュ。The lolly command comes in handy for this, but definitely Jesus. 細かいこと気にしない気にしない。細かくないニュ。それでプチコに聞きたいんだけど、プラネタワーってどうやって行けばいいのかな。恥ずかしながら待ち合わせの場所がわからなくて。それならこの道をまっすぐ行くに、そうすると看板が出ているはずに。おお、親切にありがとう。それじゃあね。そういえば今の人どこかで会ったような気がするに。誰だったか考えるに。にゅーにゅー、そうだにゅ、ネプコにゅ。おお、なんか大地が割れているよ。まさかこれが古の戦いの傷跡。きっと遥か昔にここで女神と邪神が互いを無数の剣で封印し合ったと言われている戦いがあったに違いないよ。何言ってんのあの子。すみませんです、ネプネプは少し記憶が抜け落ちちゃってるですから。たまに記憶喪失が疑わしく感じるのは私だけかしら。渡れるかもね。けど他の大陸に渡るには教会での手続きが必要なの。手続きさえ済めば今後は自由に通れるようになるわ。こんにちは。ようこそプラネテューニュ教会へ。東教会に何の用だい。She does heal, but it's not, she doesn't actually use the syringe for it. It's more like a cast, you know, like、Final Fantasy and stuff when they cast spells. The big syringe just seems to be for beating on things. I don't think I'd want a needle that size anyway, yeah.ならこの書類の必要事項を記載した後、ここにサインをお願いします。 IF さんとコンパさん、そしてネプチューヌさんだね。お兄さん、私の名前間違ってるよ。ネプチューヌじゃなくて。あー、すまない。僕としたことが君のような可愛らしいロリックの名前を間違えるなんて。 Oh my god, the game makes reference to lollies. Fantastic. Neptune.
テュースさん、ネプティーヌ、ネプチュー、もしかしてやっぱり私の名前って言いづらいのかな。そんなことは断じてないさ。今日はたまたま滑舌の調子が悪かっただけなんだ。ところでコンパはネプテューヌって言える？実は私も言えないんです。だからネプネプって呼んでるです。じゃあプラネテューヌって言ってみて。プラネテューヌですか？なんでプラネテューヌが言えてネプテューヌが言えないのかしら。You win that one, Hutch. You win that one. 君たち3人の手続きは終わり。これでラステーションとプラネテューヌが自由に聞きできるようになったはずだ。ありがとう。そうだ、お兄さんに聞きたいんだけど、女神様って今いるの？すまない、パープルハート様は天界にいるみたいで、まだプラネテューヌには降りてきていないんだ。そっか、もしかしたらいると思ったんだけどな。風の噂では他の大陸の女神様たちはそれぞれが守護する大陸に降りてきているというのに、パープルハート様の身に何もなければいいんだけど。ハード戦争で何かあったのかしら。まさかパープルハート様が他の女神様に敗れるなんて、そんなことありえないよ。ねえねえ、ハード戦争って何？ハード戦争っていうのは遥か昔から行われているこのゲーム業界の覇権をかけた戦いのことだよ。他の女神を倒し最後まで勝ち残った女神様はゲーム業界を滑る神様になれると言われているんだ。で、女神様たちは天界って場所で長年戦い続けているってわけ。ハッチ変態先生。It's becoming a command, man. ハッチ変態先生。Commanding coming.確かにネプコの言う通りね。けど昔から戦っているんだし、引っ込みがつかなくなっているのかもしれないわね。さて、いつまでもここにいちゃ仕事の邪魔だし、そろそろラステーションへ行きましょう。he doesn't like the idea.気をつけて。それにしてもさっきのネプチューヌって子、小さくて可愛かったな。けどどこかで見たことがあるんだよな。久しいな、イストワール。What the flip? Rip indeed. Oh, what the hell is going on? Oh, was that you, Hutch? Did you just ban him or something? Majekon, 何度来ても無駄です。私はあなたに協力するつもりなどありません。わかっているさ。貴様に聞きたいのはネプテューヌのことだ。まさかネプテューヌさんと会ったのですか？やはりイストワール、貴様だったか。ネプテューヌに入れ知恵をしたのは。さて、何のことでしょうか。私はあなたに封じられている身、それはあなたが一番よく知っている。 I actually don't know how long the timeout lasts, so I'm hoping it doesn't last too long. I don't remember ever saying it. よくもまあ白々しい嘘をつけるものだ。私の定めた女神の運命は変わらぬ。さあ女神どもよ、再び戦い合うのだ。サイコーキャラクターズ always a psycho。 うわー、なんか鋼鉄自慢って感じ。600 seconds, Jesus.
You can actually undo that, I think. Just click on the same button you pressed. Or whatever. You can actually undo it. ディティールってのは大陸ごとに建物が違ったり雰囲気が違うのってさ、やっぱ違うと思うわ。確かに大陸を守護するのは女神様だけど、文明を築くのはあくまでも人だしね。 Right, I'll have a look. If the game disappears, it's class, it's running in Windows, so I do apologize, and hope it doesn't actually continue the story without me. Dashboard. Yo. You managed to shred. Yeah, you need to take away my mod powers. It's because it was only a timeout. I thought, oh, it'll only be like something like 60 seconds, but no, apparently it's 10 minutes. I couldn't control my inner Nazi, it's too strong. Yeah, it's 10 minutes. The maximum they can go to is 20, but I don't have any control over the actual time limit. I'm looking into how to take it off right now. Or at least decrease it. You can't decrease it, I don't think. So I can't joke times went out for like 3 seconds. That's so BS. Is this serious? What? Right, okay. What have I done? I'm such a monster. Right, there you go. You should be okay now. I hope. Better be free. I don't know the answer other than this now. I'm looking at it and this seems to be the only thing I can do. So if he's not free, then he's in trouble. Oh no. The Nazi is too strong. What have I done to this game? I don't know. Oh! What have I done to poor Nuno? He was so young. He had so much potential. That's Triple Guns. He's back, see? Game, he's back. He's back. I know how to get rid of that now, which is like the most fun command ever. It's not, is it? No, it's not. At least I now know, though. I had to look it up. I suppose we learned something. It's always a bonus. You guys must be loving all the new custom layouts that are going on for all these videos. I will admit, I got pretty hyped at the Neptunia layout. Does look nice, doesn't it? Took about 20 minutes to do, so I'm getting quicker at finding stuff and actually getting it to work. You should see what the coming soon screen for it looks like. I think I was here earlier and I left because it wasn't. Oh, he's going to leave soon anyway. Wow. Yeah, he doesn't want to watch me anymore. It's just like this guy's. Nah, he needs to go fap. Too much lolly for him. He can't control himself anymore. I still can't believe there was a reference to lolly and the whole new thing that's hilarious. Yeah. I'm surprised she didn't go nyah, considering she has a fucking cat ear thing on her head. I can't believe someone as lolly cute as you for Purple Heart. IF, best girl, yeah, definitely. Her or NIS? I don't know if they've got NIS in the PC version now. I think you'll find the best girl is clearly Neptune or not.
And Viridian will agree with me on the Neptune part, at least. I like Neptune and stuff, but I think the character design of IF's better. To be fair though, the only reason her, like, design's better is because she's meant to be Idea Factory, and they're the publisher, so don't piss off your publisher. I didn't want to move to a new place, I wanted to stay where I was, I clicked on the wrong thing, and now I'm in freaking Last Station, like a troll. Well, get a Shrek scrub. Happens quite a bit. I'm happy I finally set up the layout for actual PC games to be able to run now. Yeah man, that's great. This means that, like, I can choose between console, emulators, even though I don't ever plan to use any really, and PC games. I'm gonna be honest, this does look a lot better than the original. It does, doesn't it? They've done some right work on this, you can tell. I don't remember anything about these little people, lol, these little chibi things. Yeah, they didn't exist. Yeah, they didn't exist. That's pretty hype. Apparently now I'm a resident of the underworld. What have you become? I've seen so many new references that I've just never seen before. There's even like a reference to Dengeki magazine, for God's sake. It's actually called Dengeki Girl or some shit. Well, don't they have like IPB5 and stuff to reference some other things in the original? Yeah, they did. Nisa. You know what? I'm such an idiot because I forgot about the name of like Pac-Man. It's like Pac-Man's freaking. Ghosts are called Clyde, and they're actually called Clyde in this. That's how cool it is. In fact, Neptune, when she gets a level, has an own chance to go dun 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 dun. And she just gets her Final Fantasy on. Yeah, Neptune. Neptune, best girl. This game Neptune is good. Best girl, White Heart best goddess. Ooh, is that your official stance on this? There is one problem with the game. It tells you who the DLC character, like who the characters that you don't have in your party yet. It tells you who they all are, even though the old one didn't. I guess the PC version just does. What? How so? Oh. Like, you can view the people you don't have any like, I've got those three, obviously. But then you've got Pishi and whatever the other one's look, name is. Plutia. I don't remember Plutia being in the original. Maybe new. Either way, you get to see the deal. You get to see get to see the goddesses, so you don't know you can recruit the goddesses. So that's still a nice surprise. That's true. But still, it's not fair that it shows you the other characters. I really should buy some gear. Nah, buying gear's for scrubs. Dude, it's an RPG. Gotta do it. No, only if you're a scrub. I'm no scrub. You can't have scrub. You not seen the no equipment runs in Final Fantasy X and shit? Well, yeah, but like, I don't play Final Fantasy X and shit. No, it's not. Why did people say Final Fantasy X is shit? It's really not. Okay, it's boring. Not quite shit. But it's yeah, I'll give you that. It can be boring, but no worse than 13 with fucking auto battle. Well, I hate 13, so I don't even acknowledge 13's existence. Why? 13 wasn't that bad. No, it wasn't. Yes, it was. Oh, yes, it was. If you slapped any title on it other than Final Fantasy 13, no one would have complained at it, barring that it's a bit linear. Other than that, people would have enjoyed it. Well, you probably have a point there.
still, screw 13. My interest in Final Fantasy 13 died pretty damn quickly. But yeah, I couldn't help myself. I felt the need to stream some of this because people haven't seen the PC version yet. Obviously, I'm playing it, so. I'm liking this new character a lot, especially if they're not DLC. Well, I own all the DLC for this game because if you bought it, I bought this game while it was on sale, so I got all the DLC for like 50p. And the game was like, what, 15? So, it's not bad. Probably like 20 now, and the DLC's probably back up to 3 quid each, but there we go. I used to love Final Fantasy, but I guess I'm from a different generation now. I'm from the generation where like Final Fantasy was 7, 8, and 9, and 4 and 5 to a point. And 6. 6 is the best Final Fantasy. There you go, I said it. I'm old man. I played on SNES. SNES was famous. Final Fantasy games on SNES. Yes, they were. Not the new ones, obviously. The new ones were on PS1, and PS2, and PS3 in the end, and Xbox. But the old ones were on NES and SNES. There was one that was on the Mega Drive, but you had to be Japanese to play that. There's nothing like slapping an enemy about with a massive syringe. There is. There's slapping an enemy about with massive syringe time. Totally better. That is. That's totally a thing. What the flip? Plutia just got a level. She's not in my party. What's going on with this game? Shady XP. Give me maybe a you do have to. Is she meant to be in my party? Partner setup. Oh! DLC hello. Characters, maybe? They are there. They probably are there. DLC characters that you had from the 50p DLC. The best. So. Legit. Yes, solved. Legit and all that. But yeah, this game, man, was well worth buying again. I'm having a freaking blast. Even though I am playing the game in Windows so I can look at chat. Although, to be perfectly honest, playing it in Windows made it easier to set up the screen for the window size on the stream, so that was a bit of a legit thing. I think my favorite part of the original Neptunia was being able to tilt the camera down. You mean like that? Which you can do. Wait, what? Has it? Yeah. It's gone. Unless in battle you can't do it. I kind of remember in battle you could do it. Give me a sec. Yep, totally gone. You can't tilt the camera down, so you can't look up. You can kind of fuck go you. Like that. I'm not getting that now. If I can't look at that bitch girl, why would I play the game? He can't look at her white panties he gives up. Dude, they change colour depending on her outfit. Legit. That's just the developers doing what developers do best. Although I do remember that you couldn't do it everywhere, like, you had to be on a hill to really get all the way down there, but still. Maybe there's still hope yet, actually. Everyone. The hunt of the day. If you're on a hill, you can look up Neptune's skirt. Who doesn't want to look up Neptune's skirt? Based hutch hentai sensei. Not hentai, etchy, because that's not that hardcore. It's still only etchy because she's still got her pantsuit on. Oh, I see how you're doing this. This sounded better though, because hutch and hentai's both H's. Don't give two shits about your allegory, so, or whatever our shit's called. I'm pretty sure that's it. Allegory lol.
How posh do we get? I'm not that posh. That's not posh at all. That's using a word that means something. It's not like I say myself. Man's David Cameron. Cameron. Fuck you. I'd do a better fucking job than him. I think anybody would do a better job than him, dude. I could probably get a dog to sit in office and do a better job than him. The dog would just lick himself all day, but still get something done. Kind of like David Cameron, apart from getting something done, dude. And apart from the licking himself bits, I hope he bloody well does. Isn't that why his wife's there? No. Banjo-san, where are you? This is most impromptu stream ever that I've ever done in my life. It's just like being, oh my god, I'm going to play some Neptune, so I might as well stream it. You see, you called it an impromptu stream, but you had a coming soon screen, so it doesn't really feel like an impromptu stream. The coming soon thing just means I'm actually going to do something. I know, but still, the fact that you took time to put it up just makes me feel as if it was planned. It wasn't, but it gives that feel. It's meant to kind of feel legit, isn't it? Like, kind of professional, but kind of not. If it wasn't a Neptune-specific one, I'd probably feel better about it being impromptu, but it is, so I don't. As I said, making the layouts is actually really easy now, because I've got the setup just so I can change them to anything I want. And now I can play any game on the damn thing without having to, like, mess about. The only layout that's, like, unique is the freaking tourney one that will be tested once more again tonight. Once more into the breach. Once more into setting up the scorecard. And this time need to do it right. I even asked for people to write down their info for a change. Oh? Yeah, there's a spreadsheet. Ah, so you'll know who's it. Yaha. I told you I was gonna, didn't I? I actually did it. Shouldn't really be on this map anymore, but I'm doing the quests because quests are quests. Boys. Guild quests, lol. You do get plans from them, so you might as well. Speaking of quest. I've done these two so far. I need to go to the other place now. Technically, I can leave this area. When I remember the way out. There we go. I can leave this place as soon as I remember the way out. Just Gibbs thinks. Exactly. Gibbs, brain. At 50% capacity. There we go. Handing things in even. Most legit thing ever. Handing in quests. Yeah. I miss how many people say this game's ugly. It's actually not. Maybe they're talking about the original, because the original was pretty assy looking. This version's not like mega, mega different. I will admit it's a wee bit cleaner. It does look a lot better from what I remember. I might go check out my PS3 version and just compare. Yeah, you should do. Remember, it's a stream now, so if it looks better on the stream, you can just imagine what it looks like on your machine. I'm pretty sure the combat system isn't the one from the original, though.
No, that's what I was thinking. It's definitely not, because that's how they did it in MK2. In the original, it was more old-school Final Fantasy. This feels more like turn-based Tales. Well, Tales. It feels more like I'm playing, what you call it? A Tales game. No, not a Tales game. More like Mugen Souls battle system. Yeah, but also kind of like Tales. Tales is very similar. Kind of like Fairy Fencer. Fair enough, Noodle. We will see you. Will we see you later for the tourney? He is in the tourney. I'm not. I haven't signed up yet. You need to do that, bruv. Remember the links at the top of the page. Remember, I always watch my iPad because my computer is ass and doesn't like Twitch. Kind of like a tool. Do you want me to pass the link? Yeah, that would be appreciated. I'll do it in 30 seconds. Just finish this crazy battle against these weird looking ugly things. Go away, Clyde! Oh, what the hell? She's taking a lot of damage today. I need to heal the bitch. Right. You need Link to the thing. So it is kind of funny watching my stream go like this, because it's like I've got the window in front of me and then I can see it kind of jogging about. It's kind of funny and kind of not. Is this not considered text? Are you kidding me? Is what not considered text? The title at the top of my page is not considered text. But yeah, there you go. Lalink. TY, bro. TY, bro. There is one good thing, though. At least if I drop the screen in windowed, it doesn't get rid of the screen on the stream. So it kind of like leaves it there. I kind of like that. Means it's not getting shreked. Got 16 people. 17 with me signing up. two less than usual. I'm looking at the way the brackets rearranged themselves. Oh, I'll have to have a look. Round 1 is literally me and some dude called Ethelon. Don't know Ethelon. No, but like, everyone was in round 1, I signed up, and now it's just Ethelon and me in round 1. Neo of us got seeded, slightly. Well, technically everyone above us got seeded, which is why it made me laugh. Now, the thing gets randomized, like, once more before it actually goes live, anyway. That's good, because that's a really weird bracket. It only does that while it's currently being generated. Is that the word to use? I don't know. Yeah, I think that's... I'm gonna say generated. Generated sounds like a word I'd use for it. While people are signing up. Hiporu. Time to beat up Mrs. Pac-Man again. And Mr. Pac-Man. There is one thing I don't like, the fact that it like continuously changes. Like when it switches to the enemy, I understand it's switching to their point of view. But then when it comes back to me, my point of view is completely switched, so I need to flip the camera. Well. That's the only like problem I've got with it. Everything else is pretty good, to be fair. It's not a massive issue, it's just one of those weird things you notice. Have I done that quest now? No, I still need a Mrs. Clyde, so I need to find a female bloody ghost.
Oh, pack woman's boss woman. Oh crap, I'm being attacked by fat boy. Oh, there's a Clyde. And I need to beat up. I need to beat another two of those pixel Vader things. I think Ridian would love the layout, just because it is Nep-Nep, you know? No, I wouldn't buy Nep-Nep. So how's your day been? Good. I slept a lot. Cool. I didn't. The cat woke me up at 4:30 and wouldn't let me sleep again. Lil, get shrecked by your cat. Yep, he went mental. So I've actually been up the whole time. So I'm gonna be tired tonight, that's fine. Just means I'll sleep well. I am taking loads of damage. Before I do it healing people. My phone going cray cray. Oh, I've actually finished all the quests here anyway. But you can't go back up the way once you go down. Lol, 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 lol. Just to peeve me off. Oh crap. Hate my computer sometimes. Hate my computer sometimes. Because it's been working fine since I turned it on. I go into a joke game and chooses now to start lagging. Oh, lovely. Like, it's literally fine through the entire draft, but as soon as I've got to, like, load in and do shit really early in the game, it's like, nope. Fuck you. What specs your computer? Really old. Yes. Really? If I put more than 4 gig of RAM in my motherboard, it won't recognize it. You're using the same sticks, right? It doesn't recognize it unless you use this exact same RAM. Yeah, I am. On older motherboards, at least. Then your machine just cray cray. My motherboard just doesn't have the power. It doesn't have the power. It really doesn't. Nepu nepu!
I just want to get out of here now, but I can't remember the way. I should probably look at the map. Yarp. I've gone wrong way, lol. The only reason this game is good is like because it takes the piss of like the gaming industry as a whole. You what, sorry? The main reason this game is so good is because it takes the piss of the game the games industry. Well, not the games industry, just like massive chunks. The console world, mostly. It's like it's like something you said from someone who was part of the PC Master Race. The way out! The way out! I need to get out of here. I don't feel like fighting my way out either. Chase Tessu! Jumper! There we go. Do we have any more missions here? Nope, done them all. What the hell was that about last time I bought something online that forced me to put in my credit card info? Well, for God's sake.
Holy reference. Ah, I've just been shreked by a reference. I can't believe her name's Falcom. Is she even a playable character? She better be a playable character. Legendary RPG company gets character in game. I don't remember. I know you could get Nisa and Gust as DLC in the first, but yeah, I know you think yeah. You could get Falcom in the second, maybe? I don't know. Ah, legendary RPG company. So one of the other things I loved about this is, like, you know, the way that they showed characters off as being actual people based on, like, company names. I mean, she's basically the personification of Falcom anyway. A red-haired character. Yeah. I didn't expect to meet them in this realm. Yeah. I get it. Thanks, Idea Factory and Compel Heart. Trying to Shrek me. Yeah, now I can make discs. But I don't have any, like, idea of the chips yet. Aww. Oh, I do, actually. I'm talking bollocks. Earn the game disc! Did I get anything good? Not really. あいにくここは子供が遊びに来るような場所ではない。帰れ帰れ。せっかくブラックハート様に会いにわざわざ来たのに。デプネプの記憶を取り戻すのにどうしても女神さんに聞きたいことがあるです。もしかして誰だ貴様らはって聞かれたってことは、名前さえ言えば合わせてくれたりするのかな。だったら私。 たとえ名乗ろうが、どんな事情があろうが関係ない。仕事の邪魔だ。さっさと出て行け。教会って随分不親切なのね。女神様に仕える こんなに可愛い女の子がお願いしてるんだからさ。ネッポ、ここは一度戻りましょう。きっとこれ以上は時間の無駄よ。なんでさ、愛ちゃんはここで諦めちゃっていいの？諦めたらそこで試合終了だよ。いいから、さっさと帰るわよ。これでとどめよ。
所詮は雑魚ね。女神であるこの私に盾つこうなんて100年早いわ。まさか少し見ないうちに下界がモンスターだらけになっているとはね。Ah, this is the bit from the anime. この辺りのモンスターは一掃したし、教会に帰ろうかしら。さて、Back to Venice is where the anime actually starts. ラステーションにいるか教えてあげるわ。前回からネプテューヌが落ちた後も、残った私たち3人は戦い続けていた。私たち女神の力の源は人々の信仰心、シェアの力。それ悔しいけど、あのまま戦い続けていれば次に負けるのは私に違いなかったわ。だから私は戦いをやめ、シェアが低下した原因を探るために急いで下界へ降りてラステーションに戻ってきた。けど久しぶりに教会に戻ってみると、大陸での女神信仰なんてものがほとんどなくなっていたわ。そしてその原因を独自に調べてみたら、アブニールという大企業が実質ラステーションを支配していたことが分かったの。私が長い間降りてこなかったせいもあり、結果信仰は女神の私ではなく、けどアブニールの影響力はそれだけではなかったわ。アブニールは教会から女神派の人間を追い出し、今は送り込まれてきたアブニール派の人間だらけになっていた。そのせいで私は教会に軽く軟禁状態で、隙を見て教会を抜け出してはこうしてラステーションの治安維持に努めていたってわけ。はあ、教会か。正直帰りたくないのよね。あの人、女神様に仕える身でありながら女神様を呼び捨てにしていたわ。確かに言われてみれば、あの人女神さんを呼び捨てにしてたです。呼び捨てにするなんて絶対におかしいです。どうして？実は超仲良くてお互いを呼び捨てる超フレンドリーな関係って可能性はないの？ネプコは知らないと思うけど、普通なら自国の女神様を呼び捨てにするなんてありえないわ。プラネティウヌの教会で会った人覚えてる？性格はちょっとあれだったけど、普通はたとえ女神様がその場にいなくても、あの人みたいに敬意を持って呼ばれるものなの。なのにこの国ではたかが女神扱い、絶対おかしいわ。アイちゃんは私たちの会までは世界を旅していたですよね。何か知らないんですか？ A world shrinking awaits you. 最近はずっとプラネティウノにいたし、ここに来たのだって数年ぶりだから、あまり詳しくないのよ。旅人キャラなのに、いざという時に頼りないな、アイちゃんは。けど、安心して。そんなことで無視するほどブラックなパーティーじゃないから。たとえレベルが低くても、ラスボスどころか次回作までずーっと一緒だよ。悪かったわね、頼りなくて。てか記憶喪失のあんたにだけは言われたくないわよ。ごめんごめん。まったく。とりあえず話を戻すわね。これからクエストを受けようと思うんだけど、どう？クエストなんて受けてどうするの？まだまだお金はたくさんあるよ。もしかして、アイちゃん、私とコンパに内緒でこっそり使い込んじゃったとか？別にロギンが心細くなったわけでもなければ、ネプコみたいにこっそりプリンを買い食いしているわけじゃないわ。聞く！バレてたの？バレバレよ。もしかして気づかないと思ってたの？うん。話は戻るけど、思い出してみて。プラネテューヌではエネミーディスクがあった場所に鍵のかけらもあったのよ。
なら、ラステーションもその可能性があるって思わない？おお、さすがアイちゃん。さっきは頼りないとか言ったけど、電源撤回だよ。まさしく、おめえ挽回だね。ネプネプ、それ、いろいろ間違ってるです。きっとあの人です。モンスターさんを倒してほしいっていう社長さんは。なんか一回り小さいよ。社長さんっていうくらいだから、もっと風格のあるがっちりした人じゃないの？でも、あ、気づいたです。顔をしかめたです。向こうの人ももしかしたらこっちと同じ気分かもね。もしかして仕事を受けてくれた女の子3人組って。 Oh look, I found an NISA character. Nisa. I think it's her anyway. She a hero of justice? Cause then yeah, that's Nisa. Or Ness or whatever. I'm just gonna call her Nisa cause that makes it easier. Let's not try calling her Nipponichi Software America, that might get a bit weird.この町でパッセっていう小さな工場の社長をやってる。立ち話もなんだし、詳しい話はうちでしようか。This looks like imposters. あなた、さっき工場の社長って言ってなかった？ここ、誰がどう見ても食堂よ。うちは実家が食堂なんだ。工場はここの隣。話をするならお前らも。機械と油だらけの場所よりこっちの方がいいだろう。じゃあ私カウンター席取った。それにしても実家が食堂なんていいよね。パフェでもプリンでも何でも頼み放題なんだよね。自分の家で頼み放題しても仕方ないだろう。それに工場の稼ぎだけじゃ苦しいから母さんがここを片手までやってくれてるんだ。それで早速だけど仕事の詳しい話を聞かせてくれないかしら。ああ、単刀直入に言うと、あんたたちには交易路のモンスターをどうにかしてほしいんだ。少し前まではモンスターなんていない安全な交易路だったんだが、最近モンスターが出るようになっちまってさ。そのせいでせっかく作った商品の流通が滞っているんだ。ビンゴね。いいわ、その依頼確かに受けたわ。助かる。ただでさえアブニールのせいでこっちは景気が悪いっていうのに、それにモンスターまで加わってたまったもんじゃなかったんだ。シアンさん、シアンさん、そのアブニールって何ですか？なんだお前ら、アブニールも知らないのか？はいです。ラステーションには今日来たばかりなので何もわからないんです。アブニールっていうのは実質このラステーションを支配している大企業だ。家電から武器や兵器まで何でも作って、その製品ラインナップの多さと低価格でほぼ市場を独占していると言っても過言じゃないんだ。おかげでこっちの商品は種類も価格もアブニールに負けて物は売れないし、下請けをさせてくれるわけでもないしで、今月に入ってから知り合いの工場も何件潰れたことか。ひどいです。独占禁止法違反です。女神様に相談はしたの？こんな状況、よほどのことがない限り女神様が放っておくなんて考えられないわ。町工場の仲間連中で何度も相談しようとはしたさ。けどブラックハート様の不在期間が長すぎたんだ。教会の表向きはブラックハート様を信仰しているように見えるが、中身はアブニールに乗っ取られていると言っても過言じゃないね。せっかくブラックハート様が天界から戻ってきてくれたっていうのに、アブニールは私たちにはブラックハート様に会わせてくれないどころか顔すら見せてくれないんだ。アブニールは悪い会社なんだね。シアンも町の人もそれで困ってるんでしょ？悪いなんてもんじゃない、化け物みたいな会社さ。なるほど、ラステーションはそういう事情を抱えていたわけね。それならさっきの教会でのこともうなずけるわ。教会がそんな状況じゃ女神さんに会うことなんてできそうにないですね。ならさ、ラステーションの女神様、ブラックバード様だっけ？その人の住んでいるところに直接乗り込んで話を聞いてもらおうよ。
2倍お得だよ。さすがネプネプ、いい案だと思うです。早速今夜にでもブラックバード様のお部屋に忍び込むです。ブラックバード様じゃなくてブラックハート様な。けどブラックハート様が普段いる部屋がわからないんじゃ、探している間に捕まるのが関の山だと思うぞ。そう？やってみなきゃわかんないよ。やらないで後悔するよりも、やって後悔派の私としてはそれだけじゃちょっと諦めきれないかな。今回は諦めときなさい、ネプコ。下手に動いて失敗したらなおさらガードが固くなるだけよ。そうなったら私たちだけじゃなくシオンたちにも迷惑をかけることになるわ。もしかしたらシアンからの仕事のおかげで鍵のかけらを見つけることができるかもしれないし。帰ったわ。って言っても誰も迎えてくれるはずないか。女神様、公務以外の勝手な外出は困りますと何度も申しているはずですが。もう名前すら呼んでもらえない。自分の時間くらいどこで何をしようが私の勝手よ。それとも何、私を教会に軟禁しようとでもしているのかしら。おかっそういうわけではありません。もし我々の目の届かないところで女神様の身に何かあっては。ふーん、まあそういうことにしておいてあげるわ。で、私が留守の間に何か変わったことはあった？いいえ、特に何も。特にってことは何かしらあったみたいね。些細なことですので、女神様のお耳に入れるほどの内容は。命令よ、いいから話しなさい。実は子供が3名女神様に会いたいと教会に来た際に少々騒がれまして。私に会いに？いえ、なんでもないわ。で、その子たちはどんな子たちだったの？ただの女の子が3人です。確かそのうちの1人がネプチューヌだったかネプチューンとか、そんな名前だったような。もしかしてそれってネプチューヌじゃない？髪の毛が薄紫色で左右に跳ねてツンツンしてなかった？ああそうそう、ネプチュネプテュース、いやネプチュ。Nobody can say Neptune's name in this game. Which is weird, because Neptune's name is not hard to say at all. It's a right way of like, trying to build up a weird story, innit? その Nep なんとかという少女ですが、確かに見た目もそんな感じだった気がします。知り合いどころの関係じゃないわ。私を訪ねてわざわざラステーションに来るなんて、一体何が目的かしら。会いに行かれるんですか？でしたら行くだけ無駄だと思いますよ。どういう意味よ。どうやらネプなんとかという少女は記憶喪失らしく、手がかりになるものを得るため女神様に会いに来たと言っていました。記憶喪失ですって？まさかあの時の戦いが原因でかしら。その可能性は十分ありえるわね。ノワール様？もしも仮に記憶が戻ったネプテューヌと戦って、今の私が勝てるかしら。けど記憶のないネプテューヌなら今の私でも勝てるはず。そして記憶がなくても女神を倒したとなればラステーションでの私の権威を。よし、そうと決まったら早速ネプテューヌを追いかけるわよ。
Yo. Welcome back. Good. How's it going? Oh, I've got notifications. No, oh, I'll see what people are doing. That's cool. しゃいじゃって元気なのはいいけど後でバテても知らないわよ。ヒロードなんてそんな時代遅れなステータスは私にはないと平気だよ。悪いモンスターなんてさっさと倒してシアンに報告してあげようよ。Move they do is called tech support. On the world. Hey dude, do you remember what the highest level in this game is?
No, but I remember in the original there was like 600 levels of DLC up to like 999. That sounds like life wreck. It really is. I got to 700 and stopped. But like some of the DLC had like areas that gave you just absolute fuck tons of XP and oh my god. I looked at the stream and there was Nep-Nep being adorable. And I jizzed in my pants. I'm so happy I have the mission. I'm so happy that anyone who would have been in here would have got that reference. Right? Yeah, I know that song. I think the weirdest part in the actual music video, if you've seen it, is where he goes, do you want cash or credit? And I jizzed in my pants. But the way you were banging cash got me bothered at all. That song is so fucking great. Wasn't Justin Timberlake in that video? He was, I swear. He's like he's the guy that's sweeping the floors in the blinking store. Yeah, that's not happening at all. Oh, I'm serious, man. Look it up. I'm telling you. It's Justin Timberlake, man. Like the most disturbing thing I'll ever say. But if you can. Nepu Nepu! Anjo-san, doko desu ka? Your Japanese is terrible, it makes me cringe. It's meant to make me cringe. Stop it! You're ruining Japanese for me. Never. I don't ruin Japanese, I make it better. I improved the Japanese. Even I'm laughing at that idea, to be fair. Gonna go and see what my mates are up to. Do it. Speak to you in a bit. You will, because we've got crazy things to do. You've got Yeah, I know. Oh, see you later, mate. Later, dude. And I think that'll do me for now. Because I've got things to do anyway. To anybody who's watching, thanks for checking this game out, and I'll see you later.